はい、ということで今回は愛知県豊川市にございます岩戸神社に来ております。はい、実はですね、これね、この絵の男道の方をちょっとよく見ていただければと思うんですが、見えますかね、鎖の絵があるんですよね、これがね、ということで後でね見ていただければと思います。今回の動画はですね、途中で私喋っておりますので、そちらからは、その撮影した時の映像を見ていただければと思います。で、最後にねまたご挨拶で、少しだけ喋ります。はい、ということで先ほどね文字に出したんですが、これね男道と女道があるんですけど、男道はちょっと危険すぎますね。はい、これちなみに今走っております。たまに走るんですね、突然ね。はい、ということで男道はね、先ほど絵にもあったように鎖が昔多分あったんだと思います。今はねないと思います。で、あそこを行くと、いやおそらくね滑落するんじゃないかと思いますね。私の安い登山靴では確実に滑りますね。普段でもしょっちゅう滑ってますので、はい、ということで、今回、参りましたこの岩戸神社さん、戸賀神社さんの、奥宮のね、すぐ近くなんですが、今まで知りませんでした。はい、ということで、大名淵のね御事、こちらを祀ってるんですが、今までね私は奥宮さんはね2度目なんですけど、前回来た時はね知らずに行くことができませんでした。今回ね、正面に見えている、巨大な岩倉、もございます。そして洞窟がございます。最初ね間違えて違うところでね、行ってるんですが、その後その洞窟の中に入っていっておりますので、ぜひとも楽しんで見ていただければと思います。なかなかね映像では伝わりにくいんですけど、すごく雰囲気も良くてですね、迫力のある場所でございます。ということで、ここからはね、実際撮影した時の喋、っておりますので、それをお聞きいただければと思います。若干声が小さいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。それではまた後でお会いいたしましょう。これはね大きいですよ、この足からこの辺りまで。どうだろう、 7,8 メートルかな。で、ここからここまで高さが 2.5 メートルですかね。まあ斜めになってるんでね、実際横、真横から見るともっと高いと思います。で、こっちが男坂なんですが、皆さんご存知でしょうか、私女の子なので女の子、あ、はい、時々男に戻るんですけど、ちょっとそこだけ見てきますね。ちょっとねこれね枯葉が多いんでね、ご存知の方ならわかると思いますけど、ここはね私見せ場ですよ本当。あっちも岩があって、わかるかな、あそこ真ん中ね岩があって、すごくかっこいいですね。ここ見せ場ですよね。ここでこけたら結構ね人気になるかと思うんですけど、やめときます、ちょっと痛そうなので。はい、ここね特に看板はないんですけど、このような形で、うわすごい、これは人が入ってる跡があるので、私も特にねここの岩に名前はついてないので、はあすごい、先ほどの、はい、天の岩戸でございます。岩船かな、はい、唐鎌神社の岩船さんもこういう形でキューッと出てね、こうなってますね。はい、でこう階段があるんですが、ねちょっとまた女の子に戻りますね。というのがちょっと人が書いたのを読むと、男坂から降りていくと今から行く岩戸神社さんが見つけられなかったっていう方がねいらっしゃるので、私はい、ちょっと根性なしなので女坂行って確実に見つけられる方向を選びます。はい、うわすごくここはね雰囲気がいいですね。ちょっと今小雨がね降ってきて、いい感じの暗さになってですね、いやー雰囲気が良くなってます。わあいいですねこれ、すごいわ、これすごい、下まで全部岩ですね。これはかなり雰囲気がいい。
ちょっとね、これはね、かなりの確率で今私こける予想を自分でね今してるんですけどね、やばいな、ちょっとこけませんよ今回は。いやー、こういう山を見るとなぜかこける予感がする。なぜだろう。すごい迫力、これ全部一枚岩と言ったらいいんでしょうか。すごい迫力でございます。いやー、この岩戸神社さん、私存在をね知りませんでね、戸賀神社さんは3回目なのに知りませんでした。いや、よかった来て。いやいや、ねえ、すごい暗くていい感じでございます。何かが出てきたらいいんですけどね、これは。うわ、すごいな、これどうなってんの。岩戸神社、この奥、これはね、これが暗いわ。どこだかからどうやったら来るの。これはね、あ、これでいいの、この奥って書いてあるけど、これでいいのかな。はい、ということで全く暗くて見えないと思いますので、ライト、はい、これでいいのかな、見えますか、はい、あ、見えるかな。うわ、ちょっとこれはね映さない方がいいね、うん、ちょっとびっくりされると思うからこれは映さない、やめときましょう。ということで、あ、これはそうなのかな。はい、ということでこちらでございました。ありがとうございました。はい、ということでもう一回付け直しました。ここね、よく見るとなんか場所がおかしいなと思ったら、こちら側なんですよね。こう見るとね、こっちなんですよ。さっき言ったのここなんですね。だからここですね。ということで岩戸神社さん違いますね。ここですね。危ない。これがね、30センチぐらいしかないからすごい狭いですね。ちょっとね、暗くて見えないと思いますが、ちょっと行ってみます。これはね、わ、これはすごい。よいしょ。これ、わ、ありました。これ上だけね、穴が開いております。よいしょ。さあ、これ振り返ったらね、明かりはあるんですが、ね、ちょっと待ってくださいよ。スマホの明かりでも少しは役に立つし、ほら、これでございます、はい、奥にあるのはね、ちょっと待って、下が見えないか、鏡ですね、はい、これ上見ると上映るかな、はい、上はね、5、60センチ幅があるところがあります。うわ、すごい、ライトがね、ちょっと反射しております。はい、ここは大名口、すなわち大国主のね、御事を祀っておる岩戸神社でございます。この幅がね、今ここにあるのが40センチ、45センチぐらいだと思います。はい、ということで、ちょっとだけお時間取りますので、もしよろしければご参拝ください。ご参拝いただけたでしょうか。はい、ということでね、よいしょ、岩戸神社さん、この後ろにちゃんとね、石祠がございます。はい、すごいですね。
後ろに帰ります。はい、こんなふうになっております。さあ、はい、こんなふうになっております。はい、ということでね、岩手神社さんからここね、入り口なんで狭いんですよ。入り口がね、30センチちょっとしかないかな。はい、ということで、この上ね、落ちた、あ、落ちても1段ね、1.5 メートルぐらいのところに、少し広くなってるところあるんで大丈夫です。死にません。はい。いや、しかし男坂が来るってどういうこと？ここ降りてくるってこと？これはね、やめた方がいいと思いますね。多分足滑らすよ。よっぽどいい靴じゃないと。鎖もないし、足場が少しね、掘ってはありますけど、これはね、危ないです。多分ずるずるずるっと滑って落ちて、まあ運よくそこ、運悪かったらこの下ですね。ということで、はい、また皆さん違う世界に行きたくないと思うのでやめましょう。はい、ということで、わ、すごいな。はい、こんな感じでございます。すごいね。よくこういうところにね。はい、ということで、はい、ということで最後だけ声が大きくなりました。はい、下りは危ないんですけど、上りはね、安心して、こういうふうに駆け上っていきますよ。はい、ということで、突然走り出したバカ一匹ということでございます。はい、これね、皆さんが見ていなくても、要するに動画撮影してなくても、多分私ここ走ってると思います。はい、というのがね、まあ、時間的にね、次の予定をということを考えて、少しでもということでございます。ということで、今回は洞窟の岩戸神社さんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは最後の最後は撮影した時の一言で終わりたいと思います。失礼いたします。ありがとうございました。